私コロコロコロね、そうそうこれでわかんのかな見てる人ミタリオールの音楽堂 Z。 さあ2023年最後のゲストでございます。初登場でございます、アンスノバの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでして、じゃあ早速、自己紹介を。はい、じゃあ、はい、アンスノバボーカルのひばりです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、はい、ドラムのノイエです。よろしくお願いします。お願いします。キーボードのりょうです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、番組は初登場なんですけれども、りょうさんなんかよくね、現場でいろいろサポートとかやられたりとかで、なんかちょいちょいもうあれ、そのやる前ぐらいからもうなんかどっかでお会いしてるような気が。全然もう前の前のバンドぐらいからですよね。とか、あの、私の番組のゲストの、例えばリリカの主催とか、ね、はい、いろいろ出てたりとか。そうですね、ちょいちょい実はあの挨拶くらい軽くお疲れ様ですとか、はい、現場で結構ご挨拶させていただいてとか、ライブももちろん見させていただいて、ありがとうございます。まして、まあ実、まあ初めましてではないんですけども、こういう形でちゃんとね、そうですね、お話するのは初めてです。ゆっくりお話させていただくことはない、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、でも打ち合わせの段階です、ね、結構ね、そうですね、話結構盛り上がっちゃったからね。すでにディールアンクレでそうね、もう話でめちゃめちゃ盛り上がっちゃったからね。まあそんな感じで気楽にというかやらせていただきたいと思います。お願いします。お願いします。さあ、まずこのバンド名と、はい、そうそうそう、その前に、この前にサポートメンバー、はい、あ、そうですね、今、我々、メンバーとしては3人、ボーカルとキーボードとドラムで、やらせていただいてるんですけど、ライブの時とか、アーシャの方には、ギターで、レンさんと、ベースでめぐむくんが、サポートしていただいてるので、そうですね、アーシャ側では5人だったり、ライブ会場では5人なんですけど、まあ、席でいるのが今回3人。そうですね、一応サポート形なんですけど、はい、もう固定というか、すべてライブ出ていただいて、アーシャも入っていただいてるという形なので、はい、なるほど、ということで活動してると。はい、基本的に5人で活動させていただいてます。はい、はい、ということでして、じゃあここからです。はい、さあ、このバンド名と、もう活動歴というか、その結成からね、はい、ちょっとそういうお話から、もう初めてね、見る方とかもいると思うので、そうですよね。ね、改めてちょっとそこからお願いします。そうですね、もともと、去年、1年間、アマレナという名義で、何ですかね、まあ、プロジェクトですよね。なんかそれも見てるような気がするんです、俺。あ、多分、そうですね。もうその時点でもなんかもう動いてたんですよね。そうなんですよ。まあそこで、まあオリジナル曲もやりつつ、でもまあ正式指導ではないという形で、1年間活動させていただいて、去年の12月14日に、アマルの活動終了主催という形で、主催を打たせていただいて、先輩方の力も借りて、一旦アマルナはこれ終わりですと、でそこからこのアルスノバとして、その時いたメンバーと含めて5人で正式指導しますっていうふうに発表させていただいて、そこから今、なのでアルスノバの正式指導が3月の8日なので、今年 の指導ワンマンからなので、まあ、半年、そうですね、9ヶ月ぐらい弱で、ね、はい、活動させていただいてるということですね。さらに、現在ですと、この現在この軍服衣装になったというね。そうです。発表になったのはいつぐらいでしたっけ。10月か。10月ぐらいですよね。10月ぐらいです。にね、クス上で発表になって、ね、そうです。評判いいですよね、やっぱね。いいですね。さっきもお話したけど、関係者受けがとて、先輩受けですよね。先輩受け、そうですね。言うと懐かしいっていう人もおかしいな。でもやっぱ世代問わず、やっぱ軍服ビジュアル系一発通ってきたいじゃないですか。ビジュアル系としては戦闘服だろうと。うん、で、そのなんですかね、90年代、2000年代初頭までは結構いたんですよ。あ、やっぱそうなんですか。それが多かったです。なんで、なんですけど、だんだん今減ってきて、やっぱりなんか、うんうんうん、それを今やるっていうのこの令和でっていうね。平成はいたんですよ、たくさん。あ、なるほど。もう平成はたくさんいた。令和初でいいのかな、じゃあ。もう、そうね。令和で、なんか軍服っぽい感じのっていうのは、そうですね、なんかそれっぽいあったりするんですけど、
もうコリコリ訓服っていうのは確かに珍しいかもしれないですね。ね、なんか前回ゲストの、はい、ビジュアル博士のノルさんもすごい絶賛してましたもんね。はい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 、あ、本当ですか。ありがとうございます。よくそれこそ X とかでも言っていただいて嬉しいですね。かっこいいと言ってたんで、なんかね、そうね、今は軍服でこのスタイルで、で、はい、サポートに迎えて、はい、3月から活動してると。そういうことでございます。はい、さあ、続いてここなんですよ、音楽性。はい、ね、特徴やっぱあるじゃないですか。そうですね。うん、やっぱりうちキーボードがいるっていうことで、うん、でも元々のアマルナの時から、うん、こうまあ新で、ノイエが、メタルとかが結構今ねルーツにあったっていうこともあって、そこを掛け合わせたようなシンフォニックメタルみたいな形で、うん、の世界観というか音楽性でちょっとやろうってところだったんですけど、うん、でもちろんそういうのは基盤としてはあるんですけど、うん、まあ、やっていく中で、そうですね、まあ、僕がそんなにこうメタルもシンフォニックも正直通ってないってことがあって、メンバーではそれぞれあるけど自分自身そうですね。じゃあ何、ひばりさんどちらかというと、僕割とロックバンド普通に好きで、おうおうおう、ビジュアル系もずっと通ってて、うん、ゴリゴリキャボだったんですけど、おう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 、でも本当結構近代的なビジュアル系をずっと本当ファンとして通ってて、うん、で他になんか普通の J-POP とかもすごい好きなので、おうおうおう、例えばワンオークとか全然違うトークだった。まさかのことにか熱くなるロックが好きなので、なかなかライカイソンでワンオクって聞かないですからその単語は出てこないですあ、でもそういう、あ、なんですかね、聞きやすくてかつパワフルなやつですよね。やっぱこう厚さのあるね、うん、キャッチーなものでも、まあ、ちょっとこうテクニカルなものでも特に選ばず好きだったので、なんかそこをこう掛け合わせたような形にしたいねっていうので、なるほど、はい、やってきたと。そうですね。なるほど。高校に関してはまずはじゃありょうさんから、他のね、やっぱりバンドとは一線を画すってところはやっぱそこですよね、キーボードっていうか。どうなんですかね。まあ、もちろんそうですね、まあ、キーボードもいるんですけど、でもやっぱ結構近しい、それこそタイマンとかさせていただく中では基本的にね、いないないよね。まあ古くというか懐かしいところで言うとジャンヌダル。そうですね。でちょっと前だと今三好誠司さん、演歌歌手やってる、はいはいはい、セスさんがやってたアートキューブってバンドも当時はキーボードが、ああそうだったんですけど、最初の頃はねいたりとか、いたりはするんですけど5人編成でがっつりっていうのは最近では確かにいないよね多分。そうですね。でも結果的にこう集まったメンバーでこう何が好きだったのって話すると、やっぱジャンヌ・ダルクとかマテン・ローペラとかっていうのがやっぱりこう必ず通ってるなっていうところあったんですけど、そうそうそう、いました、いました、マテン・ローペラ忘れちゃいけない。そうですね。なんでそういうところでは今のその通ってきた中でも、まあ聞きやすさもちょっと持ってるかね、やっぱ特にジャンヌ・ダルクなんか。そうですね。ね、いいよね、やっぱそこはやっぱキーボードがいるっていうのは一番こう視覚的にもこう聴覚的にも分かりやすい強みかなっていうのありますね。なるほど。さあ、じゃあノエさん的にはやってて今の話でハードなんでね、はい、ゴリゴリなメタルも聞くっていう中でやっててどうですか、音楽性とかそういうの。で、まあそのやっぱり何でしょうね、そのルーツにあるものが一緒だったりとか、うんうんうん、まあその、まあ、ルーツっていうか、まあ何だろうな、育ってくる途中で聴いてきたもの、うんうん、ジャンヌ・ダルクもそうだし、うんうん、マテンロ・オペラもそうだし、うん、まあそういうところでやっぱり何だろう、すごいこうシンパシーを感じる。ああ、なるほどね。それが自分の音楽っていうかバンドにも反映されてる。うん、そうですね。じゃあ結構ドラムプレイとかもそこは意識してるところは。まあ割と何だろう、なんかこう、うん、結構ひねってひねって出しても結局そこに行き着く。ああ、なるほどね。そうですね。やっていく中でまあ自分のね経験したものとかそういうのって大きいもんね。そうですね。そういう音楽っていうのは。じゃあもういずれすごいことになる深夜さんみたいな。ダーンみたいな感じだ。そうですね。まさにもそうだし、ダーンもそうだし、このね、そうそう、これでわかんのかな見てる人。マニアックなしちゃうからまた。ここでしかわかんない。なんとなく俺はニュアンス的にわかるけど、まあそれね、ディリアングレーとかであるそういうプレーってあるもんね、深夜さんのあれはすごいもんね。腕が全部腕がスティックみたいな。そうですね。あれがああいうのをちょっとそういうのもいずれはちょっと出てくんじゃないかというところです。ありがとうございます。さあ、音楽性と来たら、はい、やっぱね、大事なところはライブじゃないですか。ライブは ね、都内中心に、まあ、活動されてるんですけれども、はい、ライブの特徴とか、こういうところを気遣ってるとか、なんかそういうところはあった、ワンポイントとかね。そうですね。まあでもさっきの話で言うと、うん、やっぱりそのキーボードがいるとこもあって、うん、で、ほんとライブによっては、まあワンマンであったり、うん、ご主催であったり、ちょっと特別な、うん、こう、特に俺らの全ての武器を持って勝負したいっていう時は、それをこうピアノに置き換えたり、うん、っていう形。で、前のね、指導ワンマンもピアノとボーカルのソロというか、
でアレンジみたいにしてもらったり、そういうところはやっぱりこう武器の一つかなっていうのはかなり捉えてますね。なるほどね。あのソロコーナーじゃないけどちょっとそういう特別なのができるぞっていうのが、まさにそのソロもあのピアノソロ、ドラムソロとかも挟んだことがあったので。そうね、ピアノソロってなかなかの、いやそうなんですよ。キーボードとかの中で特に対応しやすいからね、そういう音とかのね、なるほど。そこは結構今深くうなずいたのはそういうところだと思いますね。言葉には出さずとも伝わるところはでもやっぱそこですよね。やっぱキーボードっていうところの強みっていうのはライブでも出てくるんじゃないかなっていう、うん、そうですね。しやっぱ何でも弾けるので。そうですね、そうですね。先ほどもちょっとちらっと言ったんですけど、サポートとかあのまあそのセッションとかでキーボードといえばみたいな、最近ではもうずっとやられてる印象がもう、うん、だって年間のライブ本数言ったら他のメンバーの倍ぐらい多いんじゃん。いや倍までは、いや逆にこのバンド始めてからは、まあ、このバンドに集中はしてるんですけど、まあ、結構それまでは、まあ、いろんな先輩のところでやらせてもらってるか、うん、そうなんかさっきも打ち合わせで、まあ、言ったんだけど、X だから他の先輩とか俺の友達とかのなんかセッションやりますって言ったら、はい、必ずキーボードの KEY 絶対なるじゃないですかそうですね。なんかあるあるだけどキーボードの量しかいないですよね検証できるんじゃないの、水曜日じゃないけど。本当です、確かにメンバーが見てても X を、うん、おお元亮さんやるなります。ここもみたいないいな探せばそうライブ歩けばあるみたいな、犬も歩けばあるみたいな、うん、みたいなそんなところもありつつも、でもその経験もきっと生きていくんじゃないですか。もういろんな先輩とかいろんな、まあね、ビジュアル系の中でもそのジャンルというところでいろんな方とやられているか、それをまた持って帰ったりとかも反映できたりとかはどうですかね、やってみて。それはもちろんあります。でそのライブにピアノソロを取り入れるとかも、うん、そのあんま自分からは入れないんですけど、うん、先輩のライブの時とかに、うん、ここでちょっと弾いてよみたいなことがありまして、でそこでやってみて、まあ、意外といいなっていうふうに思って、うん、で自分のバンドになったちょっと反映されてるんですね。なんかいいですね、武者修行的な感じになってるっていうか、なんか精神と時の部屋じゃないけど、なんか多分すげえスーパーサイヤ人的になってるところも今じゃあるんじゃないかね。どんどん仕上がってますよ。でその中でね、メンバーも負けじとね、そういうところでじゃあいないやらじゃあどうするかとか絶対できるはずですもんね。そうですね。なるほど、そうやって力をどんどんつけていくと、はい、さあそして、まあライブの話になったんですけども、はい、実は先日、はい、ワンマンライブが、ね、はい、ちょっとあったということで、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。改めて、じゃあ無料の、ね、そうです、12月のレッドゾーンアネミスでやらせていただいた、はい、12月12日にやらせていただいた、はい、無料ワンマンライブ協会という、はい、ワンマンをねやらせていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、ね、本当に無事お疲れ様でした。ありがとうございます。言う程にしときましょう日付出ちゃうかもしれないけどまあでも、まあそれだけね、ワンマンをやるっていうことは、はい、ちゃんと意味があって意思があってやるもんじゃないですから、うん、ワンマンをやるってね結構ね力がいるんですよ、やっぱり。まさに本当なんです、ね、その順を含めてね、いろいろあるわけじゃないですか。 それがね、無事終わりましたということで、はい、さあその続きが、その次が決まったということでね、はい、ちょっとそちらもそのワンマンで発表されたということで、はい、その、主催ですか。はい、そうです。来年の、2024年の、2月7日、水曜日に高田馬場クラブフェイスで、うん、私ボーカルひばりの生誕記念祭をやらせていただきます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。早いベルト早い、あ、主催もベルト主催もベルト、まあまあでも今のうちからいつでも誕生日祝うべきだということでね、まず生誕主催が決まる。そうです。に加えて、はい、来年の3月8日金曜日に、池袋ブラックホールで、うん、我々、まさに始動日からちょうど1年になりますので、うん、やるそばの1周年記念主催をやらせていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。これはおめでとうございます。次のステップのブラホの俺もね、またがっつりいかないと。ありがとうございます、ね、いや本当にまさにそういうこう節目だと思ってますね、うんうん。その 1年っていう意味でもそうだし、単純にこう気持ちとしても、うん、でやっぱりこうもともとこうね1周年経った時にこうブラックホールでやりたいっていうのがあったので、そこをこう叶えるっていう意味でも、うん、
完全にこう節目というか大きい分岐点になる、うん、主催になるかなと思ってます。なるほど、まあそこに向けて、まあ、出演者とかはまあ後日 X で発表ということにしておきましょうか。そこはちょっと詳細を追って、ね、カミングスーンということで、カミングスーンということでお楽しみにということでね、はい、ということでして、今回はね、まあ、アルスノーバーについてということをね、はい、ちょっといろいろお話伺いました。で、まあ、今週はここまでなんですけど、来週皆さん知ってますか、配信日。配信日してます。はい、年内最後の配信日なんですよ。さあ、そして日付がなんとなんと12月24日なんですよ、来週。やった、メリークリスマス。いや、まだ早い、まだ早い、前日、しかも収録日もまだまだ。あ、そうか。なんで、来週ね、年内最後のミザオンは、アルスノバさんと、やった、クリスマスイブに配信するということで、ちょっとクリスマスイブだからクリスマスの話なんかしつつ、ちょっとなんかね、はい、華やかにいきたいなと思いますので、はい、来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでゲストはアルスノバの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではミザオン、また来週。バイバイ。クリスマスチキンとかないけどね。